どうもこんにちは、そらすとです。お願いします。さあ、ここは七日町にやってまいりまして、まあ中心街。そうですね、うん、今回ご紹介したいのはですね、はい、自慢のカフェでございます。おしゃれな感じとかね、はい、そうなんですよ、ありますけど、無縁やと思われがちかもしれませんが、そんなことはございません。なめんなと、はい、山形県にもカフェぐらいあると。あります、あります。そりゃそうですよ。でね、今回はちょっと水口に、はい、美味しいカフェ飲ませてあげたと思ってます。ちょっとごめんなさい、日本語がめちゃくちゃで、美味しいカフェを飲ませて店ごと飲むことになるんです。美味しいね、まあ、喫茶店あありますんで、はい、それちょっとここなんですよ、近い。近っそんな近いことある。こちらでございます、ボタコーヒー。やってきたのは山形市にあるボタコーヒー。落ち着いた店内でゆっくりと過ごせる人気のカフェです。こんにちは。こんにちは。お世話になってます。いつもね、佐藤さんでございます。はい、お世話になってますね。はい、私ここで野菜暮らしてます。えやってますそうなんです、1年を通してこちらの軒先をお借りし、本坊ファームの野菜を販売させていただいてます。そして店長さんが連れてきたのが、これ見てください。あら、かわいい。これ看板犬で、はい、大人気でね、はい、野菜売ってる時も一緒に見せましてくれるんだけど、はいはいはい、みんなボタちゃんのファンの人が来てくれて、そのついでに、そのついでに本坊さんの野菜を買っていく。ものすごい商法かわいいですね。重たいですか。何キロぐらい。12おい。かわいい。怖いな、怖いな、高いな。なんていうの、おいで、ボタちゃん、こんにちは。お願いします。何、ボタちゃん。ぬくもりを知らないですからね。すごく山形でぬくもりを知らないですから。ボタちゃんだけだったもんね。やばいやばい。やばいやばい。はいはいはい。温かみで命って温かいな。温かいんですよ、命は、ね、じゃあコーヒー飲ませてもらおうかな。はい、これです。早速おすすめを聞いてみることに。うちの自家焙煎の帰りのコーヒー。自家焙ですよ。アイスコーヒーがね、すごい好きなんですけど、はい、自家焙煎のアイスコーヒーですね。嬉しい。じゃあ僕ホットコーヒー。はい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 。で、なんかあれかな、笑ってる。いや、もうコーヒー。あ、ほら、ケーキとか。ケーキ類。これおすすめ何あります。じゃあ、ガトーショコラ合わせていただきます。ガトーショコラって卵クラブ、ガトーショコラみたいな。ないです、そんな。卵クラブ、ガトーショコラで真っ黒になりますよ。笑ってるかな、笑ってる。笑ってん。え、じゃあガトーショコラいく。ガトーショコラ、僕じゃあいただこうかな。じゃあ俺、チーズケーキ。あ、いいですね。ですか、チーズケーキ。はい、あとボタープリンって言うんだろう。うちのプリン、そのうちのコーヒーで作ってるプリンがあるんですけど、コーヒーで作ったプリン、はい、すげえ。カラメルをコーヒーで作っていて、水口、ただ残念ながら、はい、まだ今日は固まっております。あ、なるほど、なるほど。注文の品が届くまでまったりボタちゃんタイム。こいつやばいでしょ。あ、かわいい、おとなしいね。見てられる。すごいね。嫌だーって。嫌だめちゃこち嫌だー。お待たせしました。自家焙煎のボタちゃん。ブタちゃん、今、幸せやな。わ、美味しそう。あ、これ水口のガトーショコ。これがガトーショコですね。早速いただきます。コーヒーを、うん、いただきます。お、なんか量も多いくないですか。うん、そうですね。ね、でかっ。うわこの驚きには期待に応えられ。いや、やめろ。どう、自家製。ええー、香りですね。すごい爽やか。うん。あ、美味しい。爽やかな味でございましてですね。苦味もそんなきつくないですね。そうですね、すごい深くは焼いてるんですけど、なるべく飲みやすいよ、うん、まろやかに。でも香りはちゃんとしてて、いや本当香りしっかりしてて、僕酸味の強いコーヒー苦手なんですけど、全然酸味がなくてよかった。チーズケーキです。はい、いただきます。
うん、思ってる以上やわ。何がどう？うまさマジでチーズケーキってこんなうまかったの？いやだからそんな、なんか甘みなのか酸味なのか、思ってるチーズケーキが怖いとしたら、はい、この辺だ。あったこいつ絶対無理やわ何もわかんない美味しいですよこれ。ガトーショコラチョコレートかな。これガトーショコラチョコレートですね、うん、いただきます。うん、うわごめん、いいわ。甘みちゃんとしっかりしてるんですけど、チョコレートの香りがめちゃくちゃいい。コーヒーにおすすめするのはすごくわかります。合うコーヒーに、うん、抜群に合う、めっちゃくちゃ合う。そしてロケの時には食べられなかったポタプリンがこちら。コーヒーでできたカラメルが程よい苦味でたまりません。今日初めて聞いてたんですけど、大手の看板が笠の鈴木と、これ笠屋さんだったんですか？はい、あ、そうなんですか。この地で100年ほど続いた洋傘店をリノベーションしてできたお店がポタコーヒー。お店のロゴには先代の思いを受け継ぎ、傘のマークが入っています。いやー、なんか時間をゆっくり、そうそう、お仕事やのにちょっと癒されましたね。なんかこういうね、その自分の地域で、うん、その自分のファンのカフェとか喫茶店とかあると、はい、なんか大人っぽくなった気がしますよね。行きつけというやつですね。そういう空間をなんか探してみるのもいいんじゃないでしょうか、うん、なるほど、うん、山形来られたらね、なんかこうちょっと癒される場所ではありますから、ぜひボタちゃんに、ね、会いに来てほしい。ボタちゃん待ってるよ、ボタ